はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。インペリアルサガ、今回からこちらのゲームをやっていきたいと思います。一応サガシリーズの最新作ですね、パソコンのブラウザーゲームになります。ちょっとオープニングっぽいのが始まりましたけど、音楽は確か糸研が担当してんのかな。やっぱりすごいいい曲ですね。いい仕事しますね。サガの世界観そのまんまの曲って感じで、まあ、多分このオープニングはまた始めれば見ることになるからやっていきましょうか。あなたの名前を聞かせてください。名前をキーボードから入力してください。名前は全角文字で4文字以上、10文字まで、半角文字は使用できません。半角使用できないのってことはこれダメってことでしょ。まあ、いつも通りちょっとミカミックスでやりたいけど、これ半角だよね。使用できない文字が含まれています。あ、そりゃそうか。ってことはだよ。いきなりつまずいてんな。こういうこと？ん？ちょっと待って。これまだ半角だな。直せないぞ。どうすればいいんだ？ちょっとこれをまず全角にしよう。これ多分ね、あってなるとね、なると思うんだよね。ああ、なった。なんで、これだ！これでどうだ？間違いありませんね。変更することはできませんよ。OK。混沌の世界に集いし戦士たち。半身アデルの魂が紡ぐ、なんだ。読めなかった。創造と破壊をめぐる両親の長き戦いは終わりを迎えようとしていた。あ、ちょっとオープニングの感じが違うな、さっきと。ネメアは残された全ての神器を放ち、三層一体の神に力の行使を敷いた。ちょっといきなり専門用語が出てきたぞ。三層一体の神は三体に引きちぎられ、無数の傷口からは魔力が吹き出した。分離した三強神の魔力の暴走。アン・ルーの時を支配する力はあらゆる瞬間を氷獄のうちに捉え、ネブルザクの空間を支配する力は混沌の複合世界を生み出し、バダガラの重力を支配する力は氷獄に囚われた万物を引き寄せた。ちょっとよくわからん。まあとにかく凄まじいことが起こったと、そういうことでしょ。それから数年が経った AG948 年、バダガラが放つ闇の正気に覆われた世界、複合世界ディスノミア。あ、これさっきの画面っぽいっすね。地上を占領する魔軍に対し、アルタメノス帝国皇帝アデルは、これ確かなんか主人公っぽいんですよね。他の次元の戦士たちを率い必死の抵抗戦を重ねていた。でロマサガシリーズのキャラクターたちが仲間になると。ロマサガはね結構やりましたからね。第1章半身。孔明。孔明って何？あの孔明？陛下、すでに先遣隊があらかたの魔物を撃破し進路を確保しております。うわあ、連打してしまった。大した魔物はいなそうだね。アセルスじゃん。ここは私が指南してあげるよ。お前が私の役目を担うと？この混沌の世界で陛下と出会ってかれこれ数年、毎日毎日軍技のやり取りを聞かされてたら嫌でも戦術を学んじゃうからね。ではお手並み拝見だ、アセルス。この場はお前の助言を頼りとしよう。間違っても陛下を危うい目には合わせるなよ。おお、これ敵か。上まで行けってことかな。そうするとアセルスって今汎用か。そうするともうどういう設定なんだ。まあ汎用っぽいっすね。さあ出陣だよ。出撃か。家臣たちを布陣して進撃開始。これが出撃。この一帯の魔物を
討伐すれば、討伐じゃないな、討滅すれば衛兵たちが守る帝国領土に入れるよ。そうだな部隊の編成は万全みたいだね。陛下号令を。いやー、万全かどうかって言われたらちょっと分かんないけどな。おお、いいね、フリーファイト。家臣それぞれに命令を下すのは皇帝である陛下の役目だよ。命令したら攻撃開始でバトル。分かった、攻撃開始で攻撃だ。え、すごく待って待って待って、これユリアン。ああ、ユリアンだね。あ、右にいるじゃん。アデル、ジェラール、キャット、ユリアン、アイシャ。おお、グラフィックも変わってますね。お、二段切りが使えんじゃん。 SP7 ユリアンか、これ最初。まあ、とりあえずちょっと普通に剣でいくか。まあ、剣、槍、剣、小剣、弓。あ、こうね。で、攻撃開始。これはゴブリンか、そうすると。お、ひらめきだ。入る先に。バトル中、技をひらめくことがあるよ。ひらめいた技は、その後ずっと使えるけど、技を使うには SP が必要だからね。わかった。で、ジェラールって、槍なんだ。おー、いいねー、この音楽。アルタメノスに光を。お、防御アップ。父上、お守りください。素早さアップ。やるしかないよな、やるしか。バトルに、なんか名もってしまった。バトルに勝利すると成長することがあるよ。家臣を鍛えて軍を強化しないとね。わかった。進軍を続けますか。このまま進軍で作戦を続けよう。まあ退却はできないか。で、左右に分かれてる分岐点。左が宝箱、右が敵。一体の敵を、相当するなら分隊を。でも戦力の分散は危険も伴うからね。あー、なるほど、分かった。早速分隊を編成してみよう。ふむ、分岐先の分岐路の先に敵とお宝が見えるね。陛下、ここは私に任せて。まあ、お前に任せるしかないんだろうな。陛下は敵側に進軍しよう。うん、そうだね。この家臣は左ルートでお宝。はいはいはい。で、キャットは右ルートで護衛。はいはいはい。で、ユリアンは、ユリアン戦いたいな。アイシャは右ルート。なんか貧弱キャラだけど大丈夫か。まあ、これもでも、右と左のキャラをバランスよく分けたっていう感じなのかな。決定を押すと進軍開始だよ。決定。宝箱。これ何？なんか5個手に入れてよ。硬い革。宝箱から素材を入手したね。素材は装備品を作るのに使えるよ。ほんほんほん。舞台を分けていろいろなルートを進めばそれだけたくさんのお宝を集めることができるんだ。敵だ。3人で戦うってことか。ちょっと手強そうな敵だ。ここは技を使って確実に、撃滅しよう。ほい。家臣を選択して技をセットしよう。目つぶしの矢。あんま強そうではないな。攻撃開始。あ、これあれじゃん、トリケラトプスじゃん。大丈夫か。オレンケだ。マヒズキ、ハヤブサズキ。連続で技を繰り出すと連携することがあるんだ。連携した技はより強力になるよ。わかった。敵も技を連携させてくることがあるよ。これを食らうと大きなダメージを受けちゃうから気をつけて。アルタメノスに光を。攻撃力か。もうダニなんて言わせないんだから。あれ、何ネタだこれ。私も頑張るわ。進軍を続けますか。まあ行きますか。で、一歩動いて一歩動いて。こいつ間に合ってなくね。あ、頑張ってる。ここで、え、嘘、なんでここにデスが。この戦いはに、え、デスこの人数でデスと戦うなんて、分隊した家臣たちが早く合流してくれないと。そうだよ。攻撃開始を選択してバトルを開始。まあとりあえずバトルは開始しないといけない。おお、勝手に頑張ってんな。おー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 おおお、18とかってデス弱っ。私も加勢します。全軍突撃。何、陣形が、おお、いっぱい出てきた。すげえ、なんかよくわかんない。40ヒットコンボ1069とか超強いんだけど。てかデス弱いこんな弱くねえだろ。父上、お守りください。おお、上がるね。
とりあえずチュートリアルはこれで終わりか。どうやらデスが配下の魔物をおのりの姿に変えて脅してきたようだ。真のデスであればやられていた。まあ、そりゃそうだよな。どう、私のリードなかなかだったでしょう。調子に乗るな。難敵に囲まれれば通用せぬ怒られてるし。心配しないでも軍師の座を奪ったりしないよ。孔明、ざれ言を交わしている場合ではなさそうだぞ。厳しいな陛下。何やらグレイが知らせを届けに来たようです。一体何事でしょう。お、成功 100%、 20クラウン少な、クリア報酬名声10、堅い草、うん、ちょっとわからん。一体の敵を相当したよ。私も結構やるしなかなかだったけど、グレイからの報告ってなんだろう。急いで会いに行こう。わかった。確かなんか最初のあれでグレイ、ん、これはなんだ、炎の帝王フレームタイアント、グレイが使えるはずなんだけどな。ちょっとわかんねえな。まあいいや。ルブラン平原、グワイ連山で他国の軍がデストのその軍勢に包囲された。援護し窮地より救え。デストの戦いで発動した全軍突撃は帝国の総力を結集してボスに大ダメージを与える大技だよ。帝国軍機を使えば部隊5人が揃ってボスに挑んだ時に全軍突撃が発動するんだ。はあはあ。帝国軍機は報酬や交易所で入手できるよ。今回は特別に一つ用意してあるから試しに使ってみよう。よーし。実際に使用するアイテム、帝国軍機、部隊全員が先導している場合、全軍突撃が発動、使用して出撃すると結果に関係なく1個消費。はい、よし行くぜ。おお、グレー、偵察兵からの情報だ。無愛連山でミカエル率いる軍がデスの軍勢に囲まれ絶体絶命だ。マジか。キリアデを治めるミカエルか。奴は冷静沈着なショートキックがデスに挑むとは何を焦った。今奴を失うのは大打撃。グレイ、この場はお前に任せる。俺はミカエルの援護に向かう。グレイはまだか。そう、長いな結構これ。めっちゃ長いぞ炎の帝王フレームタイラント出撃。おお、勝手に進んでった、ま、とりあえず普通の攻撃で大丈夫でしょう多分。いけ。おお、弱い弱い弱い。これはサクサクいけんな。結構上がってくな。まあ進軍でしょこのまま。で進んで、これ勝手に進んでいくのか。とりあえずは。おお、なんだ、ミカエルだ。引けい、後ろを振り返るな。走れ走れ走れ。おお、なんだなんだなんだ、わしゃわしゃ出てきたぞ。骨が肋骨かこれ。おお、肋骨が迫ってくる。血肉の王バダガラ、我にかような力を授けるとは恐ろしき邪神よ。このみなげる力をもってして地に満ちる命の全てを刈り取ってくれようぞ。ガー、ザールって誰。ザール、よせ、手を貸すな。貴様が足を止めれば後陣の者たちが犠牲になる。別隊の陣は目前だ。合流すれば追撃の策も生まれる。このルートを進めば行く手を防ぐのは狩猟軍の群れ、単体であれば取るに足らぬが大軍は厄介だ。何者だ。いや待て、その甲冑、帝国アルタミノスの皇帝、貴公の剣刀の数々、我らも幾度となく勇気づけられた。ミカエル・アウスバッハだ。アデル・ベリアスだ発音がわからん。ミカエル殿、まずはこの極地を乗り越えなければならぬ。敵を撃破しつつ北に進路。何これ、まだ会ったことないんだこいつら。でミカエルはいない。ほら、いけいけ。ん、これは一旦で倒せないか。倒せない。おお、まあいいかこのままで大丈夫でしょう。陣形はなんかないのかな。これフリーファイトだよね多分。で宝箱、なんか33個も手に入れたぞ。名声33、多いんだか少ないんだかいまいちわからん。
あ、ここにあるな。陣兵変更フリーファイト。あ、フリーファイトしかないもしや。うん、しょうがない。攻撃開始。勝手にしろって何？勝手にしろ。あ、勝手に攻撃するのね。まあこれがいいかな、最初だし。お、ひらめいた。なぎ払い、まあ、最初っぽいな。なぎ払いはスタンするのかな。ほら行け。お、なぎ払い変わらん。ヒットポイントアップ。このまま新イベント進んで、イベント分かってると思うけど、唯一の進路はアイギス海岸への道。でも海岸は狩猟軍に占拠されている。まさに全門の虎、後方肛門の狼だな。なんか余裕な感じだね。ミカエルの支援のためルブランを立った時点で予測できたことだ。どうするつもり？え、なになにこれ。2つ選択肢がある。ルマギア界の進化に支援を命ずる。決死の覚悟で突き進むだけだ。とりあえず支援を命ずるか。じゃあルマギア界で戦闘中の進化に支援要請を送る。アイギス海岸到着時援護。ルマギア界の進化ってもしかするとあいつら苦手なんだよな。臭いんだもん。誰だ、月光族か。月光族が臭いかどうかは分かんねえけど、月光族に失礼だな。マップを確認すると、こっちが戦闘回数2回で宝箱もある。で右が、戦闘回数1回。マップ確認。このまま、ここでもさらに分岐すんのか。すげえな、3分岐か。とりあえずでも全部取りたい気がするよな。ちょっとじゃあまず左に2人派遣するか。 OK。 あれ、メニューを確認したんだけど、分岐の指示を決めよう。あ、これか。とりあえず左側には皇帝で、こいつで、こいつ、ユリアンを右にやるだろう。でここも最終的には分岐させるから、これでいくか。 OK。 まあ結構適当だけど。おー、アンデッドがいる。なんだこいつは。おお、めっちゃ増えてんだけど。これもう死ぬだろ。陛下、あれはバダガラの能力だ。奴が発する闇の周期は魔物の力を増強する。バダガラを倒さぬ限り、時を得るほどに魔物の力は増し、我ら人類が生き残る可能性は減る。ここまで激しい妖気は初めて。こんなに遠くにいるのに私まで力が。お、目覚めるか。戦闘だとりあえず攻撃開始。なるほどね、人が減ってくるとちょっと戦闘も大変そうだな。よし、早くぎで覚えたぞ。早くぎりは多分最初に攻撃できるから結構使えそうな。早くぎりの裏技ありましたね。早くぎりを選択してキャンセルすると早くぎりの効果があったまま普通の技が使えるっていう。おお、上がる上がる。てかもうヒットポイント444とか。すげえな、皇帝めっちゃ強えぞ。でここか、右にモンスター宝箱がある。結局両方ともあれか。愛者一人は多分さすがに無理だからな。ユリアン、ユリアンとジェラルダと、あ、やっぱユリアン攻撃力は高いな。どうすっかな。まあ、とりあえずこうでいくか。 OK。 皇帝を一人にした方が良かったかな。うお、一人か、マジか。なんか技あったっけ。あ、二段切りがある。 SP7 か、結構使うな。なぎ払い8だし、二段切り使おうか。いけ、くらえ。よし、とりあえず一発で倒せんな。うお、45か。一人だときついな。オッケーオッケー。ちょっと使いすぎたから戦う。うわー、ミスった。やばい、影縛りってマジか。うわー、危ねえ。
麻痺にはならなかった。うわーマジかやばい。これ回復どうすればいいんだ。麻痺ったー、やばい、死ぬ恐れがある。あーミスってくれたけど麻痺が治らない。やばい、体当たり見て、次食らったら死ぬ恐れがある。おし、よしよしよし、よくやったユリアン。やるしかない。全軍退却は選べないし、とりあえず宝箱をゲットしてくれ。どうしたミカエル、あれこれ誰。あ、カタリナか。ミカエル様、カタリナ、モニカはどうした。突如狩猟軍の包囲を受け、モニカ様はユリアンと退却を。あれユリアンいたよ。足をやられたようだな、かなり深い。これで止血を。優しいですね。そんな私などためにもったいない。ミカエル様のお手が汚れます。いいから動くな。よし、これでよい。我らは海岸方向に向かう。お前もついてくるか。私はここで退路を守ります。できる限り時間稼ぎを。ミカエル様、どうか救援部隊の派遣を。このままではモニカ様が。この場の判断はアデル殿に委ねる。我らはいかにすべきか命じてくれ。あーなるほど、これはちょっとモニカのところに救援部隊を送りましょう。妹君であるモニカ殿もこれより先の魔との決戦には欠かせぬ公助。すぐさま救援部隊を送りましょう。え、救援部隊って誰。なんか6個手に入れた。術法の手引き書、これは廃材。なんか敵が2体だ。どういうこと。少し SP を使うかどうするか。まあいいや、とりあえず攻撃でいくか。よし、一発で。かけ縛りがな、ちょっと厄介だなこれ。麻痺するなよ。よし、あ倒したか。倒せなかったかと思ったけど。回復がどうなるんだこれ。とりあえず戦闘が終わって、まあ、進軍するしかないから。おーすげえ、めっちゃいる。これはすごい、モンスターだらけだ。絶対勝ち目ないだろこれ。やはりこの地もすでに狩猟軍に侵されていたか。もはやこれまで。ミカエル殿、一軍の将はいかなる死地に立たされようと生きる道を行かねばならない。死中に勝つを求め、たとえなんだこれ、なんとかであれ光へ向かう。だがこの後に及んで光などあろうはずが。お、なんか来た。これはキャプテンホークか、この曲は。ようやく来たな、ピンチに現れるヒーロー気取りか。登場の木を狙っていたな。海賊か。いいえ、私の進化の者たちです。おお、ゲラハだ。装填完了、キャプテン号令を。うらぶっ放せ。おお、なかなか凝ってるなこれ。やつらが西の狩猟軍を集中砲撃で打ち崩す。突破口は開ける。行くぞ。てかどれだけ仲間いるんだ。こいつらはまだ元気か。おいけ。なんかこの二人パンチ力に欠けんな。くらい。今目に直撃したよな、弓が。痛そう。げ、なんでだ。結構ミスの確率が高いな。うわ、まひるなよ。よしよしよし。OK。進軍。そろそろボスが近いか。ユリアンが最初に行くか。そうするとヒットポイントがどうなってるかだよな。フレームタイラントと戦うの絶対無理でしょ。消えろ人間、ここは通さぬ。けがらわしき人間、消えろ、燃え尽きろ。うおー、ちょっとこれはね、まずいよまずい。フレームタイラント、こいつしかもあのファイアバリアみたいなの持ってるのかな。ちょっと防御しよう。攻撃開始。キバ、おーおーおー、ミス。危ねえ、私も加勢します。よし、こいつら来たか。どうすっかな、ちょっと待つかな。
いや、攻撃しよう。二段切り、ちょっとガンガンいくか。槍は、わー、イーミングしかない。二段突きとかはないのか。熱寿司の矢とかどう考えても効かないからな。お、なんか、覚えた。ハゲ抜いたよ、無理だよ、効かないよ。ダメージ当たらねえし。おー、いってーと思ったら弱え。普通の攻撃弱えな。来た来た来た。これなんか使えるってあったよね。全軍突撃。おお、なんでユリアがまたからか。一番最初に来たからか。ゲロだえ。937。これでもまだ生きてるか。そうするとこいつは薙払いしかないから剣でいくか。こいつなんかあったっけな。まあ火付きか。やっぱ最初はちょっといい技ないな。覚えてくれ。ほら、二段切り。おお、全然弱かったな。なんかボスキャラとしての威厳がなくなってんな。単なる雑魚キャラになり下がってるぞ、四天王フレームタイラント。おお、撃破 100% ランク S 20クラウン。お金がなんかしょぼい気がするけど。クリア報酬、名声。あ、これは途中で手に入れたやつか。あれ、違う。これか、拾ったアイテム。年表。AG949 年。フレームタイラント。作戦が終わると年表に記録されるよ。こうやって帝国の歴史を一つずつ刻んでいこう。わかった。これがようやく一章が終わりか。アルタメノス帝国バルク城。ここが陛下の居城。人類の最後の希望。もっと大きく、もっと強固にしなくてね。それが私の使命だ。さっきまで戦ってくれた4人の進化は別の任務に戻らなきゃいけないんだ。彼らの代わりに新しい進化を迎えよう。もう誰だ。あ、ここにいる人たちか。3人はもう集まってるみたいだね。残る1人は、結託の砦で探しに行こう。うん、結託の砦で。これアルベルトじゃね。家臣を探しに行こう。結託の砦で行こう。この結託の砦ではクラウンや名声を使って家臣を招集できるんだ。早速やってみよう。 OK。 上級養成所。いきなり上級なの。何これ、ちょっとわかんないんだけど。我が元へに集えと号令をかければ新しい家臣がやってくるよ。今回は特別にクラウンなしで利用できるよ。おう、それはいい。てかくっそ高けんだけど。こっち、我が元に砕え集え、ちょっとやってみるか。おお、アルベルト・グレイ、クローディアが一番下。なんか走ってるよ。何これ、一等賞。勝負あり。もう誰も死なせるものか。何これ、レア度、レア度 3? アルベルトが勝ちに加わったね。よしよしよし。で、家臣が揃ったら新しい部隊を編成しなきゃ。 OKOK、 戻る。では作戦本部で出撃準備だ。分かった。作戦本部、機械の家臣を部隊の空いている箇所に配置して部隊編成を完成させるんだ。分かった。で、これをアルベルト選んで配置すると。で、決定。これで部隊編成は完了。部隊は5人まで入れるから作戦に応じて編成を変えよう。分かった。これで準備は整ったよ。出撃を選んで、作戦を打ってみよう。出撃するぞ。出撃するぞ。この世界地図から出撃する作戦を決めるんだ。攻略する順番は自由に決められるよ。難しい作戦は力をつけてから挑もう。分かった。親、さっきの陛下の戦いを称えて、参戦褒美が授与されたみたい。宮殿に戻って確認しよう。結局戻んのかよ。おお、なんだこれ、特別報奨。お金400クラウン。おお、陛下の新たな物語の始まりを祝してログインで10日間毎日報酬が届きます。なるほど、とりあえず毎日ログインしよう。参戦報酬、これはクリアした作戦の数によって次の日の報酬がアップします。お、マジかよ。帝国軍機、子宮傷薬 ×5。 おお、
子宮傷薬は最大5個までしか持てないからどんどん使っていこう。また5時に届くみたいな。これ5時って朝の5時ってこと？説明は終わりと。OK、OK。お、これで自分で選べるのかな？というところで、とりあえず第1回目、インペリアルサガですね。これはかなり面白そうな予感が、するので、かなり期待感出ますね。というところで、じゃあ一番最初のところは、これで終了したいと思います。